本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーい、スタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督で猫と暮らす皆様、本日は猫にとっての癒しと爪取り、遊び、休憩スペース、これら3点をしっかり備えた低価格なキャットハウスを紹介したいと思います。こちらでございます。この商品どういうものなの？爪研ぎ、猫が健康な爪を維持するために使う爪研ぎ、遊びながら使える設計、くつろぎ、快適な寝床としての使用、これら3点の使い方ができるように設計されたキャットハウスです。耐荷重は約40キロ、頭部を守るカーブしたデザインを備え、寝たりくつろいたりできるスペース、こちら取り外し可能です。爪研ぎボード、上と左右に爪研ぎボードが付いております。この爪研ぎは一般的な爪研ぎと一緒です。爪の長さを調整したりストレス発散するのに役立ちます。大きなそそる入り口、広々とした探求心をそそる大きな入り口が設計されております。その他の仕様、本体は頑丈な作りで設計されているため安定性のある構造、大きな猫ちゃんでも使用することができます。最大重は40キロまでです。キャットハウスの中、屋内空間でくつろぐこともできるスペースがございます。通気性について、入り口付近に数箇所穴が開いております。空気の循環も考えられております。これにより猫は爪研ぎもできて、体温調整もしやすく快適に過ごすことができます。安全材料で構成、材料は非常に耐久性があり、爪を研ぐのに最適な安全な材料を使用、ペットに害を及ぼすことはございません。こちら猫の屋根付きスペース、キャットハウスは爪研ぎボード、猫ちゃんのくつろぐスペースとして遊び、これら3点を兼ね備えた便利な猫ちゃんのグッズです。本体はしっかりした作り、猫モチーフの入り口も人間も目で楽しめ、お値段もかなり抑えられた、とてもおすすめできる猫グッズです。猫ちゃんへのプレゼントとしてお部屋に取り入れてみてはいかがでしょうか。監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。猫最高。ピント部分が狭すぎて、いいよ。